速報、俳優東出昌大が再婚発表。移住生活と子供への期待を語る。子供も楽しみにしている新生活とは。俳優東出昌大さんが再婚へ、地元での新たな生活に期待を寄せる。俳優の東出昌大さん36が27日自身の公式 YouTube チャンネルを通じて再婚することを発表しました。東出さんは現在山間部で狩猟生活を送りながら俳優業も並行して続けています。動画内で撮影スタッフからの質問に答える形で再婚に至った経緯や新しい家族について語りました。ご結婚されるとのことですが、という問いに東出さんはええと素直に答えました。結婚の経緯については、結婚しようと決めたのはごく最近のことと説明。交際の開始は今年に入ってからだと明かし、地元の人々にはすでに知られていて温かい祝福を受けたと語りました。さらに東出さんは冬か新春には子供が生まれる予定で、それが結婚を決断する大きなきっかけになったと述べ、今後の生活についてはこの自然豊かな土地で子供を育てることが本当に楽しみと期待を寄せました。移住生活についてはこちらに移り住んでから3年が経ちますが、地元の方々がとても親切に迎えてくださり、感謝の気持ちでいっぱいですと感慨深く語りました。再婚相手について東出さんは、以前、後輩として現場で知り合いましたが、彼女はその後すぐに役者業を辞めましたと紹介しました。現在は漁師として働きつつ、桃の収穫や鉄骨作業のアルバイトもしているとのこと。彼女は一般の生活をしており、詮索されることなく静かに暮らしたいと、今後の生活への配慮を求めました。東出昌大さんは、2004年に第19回メンズノンの専属モデルオーディションで優勝し、2012年の映画、霧島、部活やめるってよ、で俳優デビューを果たしました。この作品で、第36回日本アカデミー賞、新人俳優賞などを受賞し、その後も、クローズ EXPLODE、2015年、関ヶ原、2017年、NHK 連続テレビ小説、ごちそうさん、2015年など、多くの話題作に出演しています。最近では、2023年に公開された映画、ウィニーや、福田村事件にも出演し、俳優としての地位を確立しています。また、2024年2月16日に公開予定の映画、ウィルは、東出さんの狩猟生活に全巻密着したドキュメンタリー映画として注目を集めています。プライベートでは、2015年1月に俳優の杏さんと結婚し、3人の子供を設けましたが、2020年8月に離婚。その後、現在のパートナーと新たな家庭を築く決意を固めたことになります。今後の東出さんの活動と新しい生活に注目が集まります。コメント。以前、前妻との子供たちのために新たな家庭を作るつもりはないとおっしゃっていたと記憶しています。しかし、今年になってお付き合いを始め、年末から年始にかけて子供が誕生する予定とのこと。なんとも驚くべき展開ですね。夫婦の事情は外部からは理解しがたいものですが、どの子供も罪はないのです。これまで裏切ってきた子供たちのことを考えると、今後この地でこの子を育てるのが楽しみですといった内容を写真、いや動画で公開するのは控えてほしいと感じます。以前、女性3人と共同生活をしているという記事を見かけましたが、それはただの噂だったのでしょうか。真相はわかりませんが、子供が生まれることは喜ばしいことですし、奥様には無事に出産を迎えられるよう、体調には十分気をつけていただきたいと思います。ただ、これほど大々的に発信する必要があるのかと、少し疑問に感じてしまいます。過去に傷つけた人々がいる中で、幼いうちは理解できなくても、いずれ真実を知る子供たちがその痛みを感じる時が来るのではないでしょうか。そうした配慮が欠けているように思えてなりません。彼のことを以前からつかみどころのない人だと思っていましたが、今回の件で改めて、いろいろと常識から外れた部分があるのだと感じました。ぜひ、前妻との子供たちにもちゃんと愛情を注いでほしいですね。以前のインタビューで、自分の過ちが原因で離婚したか、将来娘や息子たちが父親の元に戻ってきたいと思った時に、受け入れられる父親でありたい。そのために新しい家庭を持つつもりはないといった内容を話していた記憶があります。これから生まれてくる子供には何の罪もありませんので、3人の子供たちのように片親にならないよう、しっかりとした家庭を築いてほしいと思います。再婚には賛否があるだろうけれど、本人の自由だとは思います。ただ、前妻や以前の家族のことはもう過去のこととして片付けられてしまったのでしょうか。こういった話題は、あまり大きく取り上げずに控えめにする方が良いのではないでしょうか。芸能人だから仕方がない部分もあるのかもしれませんが、
思ったよりもどっぴな印象を受けますね。過去の出来事がどうしても頭に残ってしまい、正直なところ驚きを隠せません。申し訳ないですが、そう感じてしまいます。せめて結婚が先で、その後に妊娠という順序であれば、また印象が違ったかもしれません。今後は他に目を向けることなく、奥さんと子供たちをしっかりと大切にしてほしいと願っています。正直なところ、再婚や子供のことはあえて公にする必要はなかったのではないかと思います。しかし、本人は嬉しくて、どうしても伝えたかったのでしょう。もともと、自分の感情や欲望に正直すぎる人だという印象を受けます。人の本質は簡単には変わらないものですね。新たなスタートを切りたいということなのでしょうか。3人の子供がいて、うまくいかなかったから次へ進む。寂しいから次、または新しい恋愛を求めて次へと進む。その度に犠牲になるのは子供たちです。子供たちはどうなってしまうのでしょう。将来、大きくなった時に複雑な気持ちになると思います。厳しい言い方かもしれませんが、3人もの子供がいて、育てきれないのな。それ以上増やすべきではない。子供たちが本当に気の毒です。この方の実際の状況はさておき、姉の元夫が離婚する際に私はもう一生結婚しない。君は若いから再婚するだろう。そのため、息子は僕に渡してほしいと言ってきました。結果的に、姉はその申し出をしっかりと拒否しました。それから20年が経ちますが、姉は再婚せずに独身を貫き、一方で元夫はすぐにできちゃった結婚をし、ちなみに姉との結婚もできちゃった結婚でした。その後も離婚し、少ない養育費も滞るような状況になっています。結局、言っていたこととは全く違う結果になってしまいました。世の中にはきちんとした男性もいることは理解していますが、口では立派なことを言いながら、実際には何も実行しない父親もいるのは確かです。以前、テレビで彼の考え方やライフスタイルに魅了され、多くの女性たちが彼と共に生活している様子を見ました。女性ばかりだったように見えました。まるで彼を教祖とする新興宗教団体のようでした。その時、彼がやっぱりかなりの魅力を持っていると感じました。その後、彼はその中の一人と結婚したのでしょうか。残りの女性たちは今もその生活を続けているのでしょうか。トラブルなどはなかったのでしょうか。といったような、些細なことを考えてしまいました。前妻との子供への養育費が未払いであるとか、月に1万円しか支払っていないといった報道を見かけたことがあります。再婚して新たな家庭を持ち、さらに子供が生まれるのであれば、ぜひ前妻との子供への養育費もきちんと支払ってほしいと思います。この人物のイメージについてですが、俳優として成功し始めた頃に、体型に比べて発音が不安定で口ごもりがちだったため、何か問題を抱える人生を送るのではないかと感じていました。その予感が的中し、浮気や離婚によって一度は人生が崩壊しました。前妻はしっかり者で、母子供に幸せな生活を送っているようです。彼にはその責任が重かったでしょう。今の自然な生活が彼にとっての幸せにつながることを願っています。過去の過ちを繰り返さないようにしてほしいですね。以前、女性3人と共同生活しているという記事を見た記憶がありますが、その中の一人なのかどうかは不明です。プライバシーに関する詮索は避けたいと思いますし、こちらも特に興味はありません。とりあえず、幸せを願っています。